ソフトバンクへ FA 移籍した山川穂高内野手の人的保証として会の広志投手が西武へ移籍することが発表された当日にはベテランの和田剛投手をめぐってネット上が湧く中ファンがクローズアップしていたのが巨人、内海長野の事例だ成人すぎる、本当に見上げた男たちと称された2人が FA の人的保証として移籍したのは18年のオフだった 12月末に内海が住谷銀次郎保守の人的保障として西部へ移籍することが発表された。さらに年明けの1月、丸吉弘外野手の人的保障として長野が広島へ移籍することが決まった。共に中心選手として巨人を支え、ベテランの域にかかりつつあった二人。その実力だけでなく、その人柄から後輩選手たちに慕われ、チームに欠かせない精神的支柱だった。 また共にドラフト時は巨人への入団を希望し、指名拒否を経験した選手。それだけにファンの衝撃も大きかった。それでも内海は、ジャイアンツでの15年間は最高の思い出です。チームメイトに感謝の思いしかありません。ジャイアンツで培った全てを生かし、新しいチームでも気持ちを新たに頑張ります。とコメントし、遺跡を受け入れた。また長野も、 三連覇している強い広島カープに選んでいただけたことは選手妙利、妙利につきます。自分のことを必要としていただけることは光栄なことで、少しでもチームの勝利に貢献できるよう、精一杯頑張ります、と球団候補を通じて語っていた。入団会見ではドラフト時の戦いきさつなどを問われても、不思議とそういうのは全然なかった。強いチームに選んでもらえたことは光栄でしたし、 やるぞという気持ちでした、と前を向いていた長野。内海も、すごくびっくりしたけど、移籍通知から、1日経って、前向きに新たな気持ちで頑張ろうと思う、と会見で発した。二人が語った前向きな言葉、姿勢が結果的に、古巣、巨人への批判をかき消した。そしてチームはこの年からリーグ連覇を果たした。FA の人的保障制度では賛否両論がある中、 二人の姿に大きな注目が集まっている。